セネブエフは、古代エジプト第13王朝の第2大ファラオ。資料によっては、ソンベフ、アメンエム派とセネブエフと表記される。第12王朝の王アメンエム派と4世の息子で、第13王朝初代の王である、セベクヘテプ1世の兄弟であったと考えられている。鳥の王名表によれば、その即位名は、セケムカラーという。セネブエフ自身は、 主イチタウイから統治したと思われるが、彼の実在を証明する遺物は主にテーベから発見されている。また、ヌビアからは、セケムカラーの名を持つ王の3年目から4年目の日付が記された記念碑が複数見つかっており、少なくとも4年間は統治したと考えられる。一部の研究者は、セネブエフが第13王朝4代目の王である。 アメン・エムハと5世と同一人物であると考えており、その真偽をめぐって長年議論が続いている。セネブエフ自身はアメン・エムハとセネブエフという誕生名を名乗っているが、リホールドを中心とする研究者はこれを自身の個人名に父親の名前を組み込んだ結果であると解釈し、セネブエフがアメン・エムハと4世の息子であるとする説の証拠としている。さらに、セネブエフと アメン・エムハとゴセイとの間に、鳥の王名表に載っていない王が短期間在位していた可能性を提示し、両者は別人であると主張している。対して、第十二王朝から第十三王朝にかけての時代には、一人の人物が複数の異なる個人名を持つ例が多く見られることから、フランクに代表されるグループは、アメン・エムハとゴセイをセネブエフ自身のもう一つの個人名と考え、 両者を同一人物とする説を唱えている。ありがとうございます。